はい、どうもです。ということで今回はこちらのイナゴストームを紹介したいと思います。まあ、デッキ名の通りイナゴの神がキーカードとなっているデッキで、滝の賢者と合わせることで半無限にイナゴを出すことができ、ワンショットキルができるデッキになっています。イナゴの神はカードを1枚引くたびにトークンを出すのですが、滝の賢者は人間ではない、クリーチャーが出るたびにルーティングができるので、この2枚が誘発し合ってデッキの枚数だけトークンを出すことができます。また強制的な無限コンボではないため途中でやめることもできるので、アリーナで実用的なコンボとなっています。さらに出てきたトークンは速攻を持っているということで、ターンを返すことなく一気に勝っていくことができますね。基本的にそのターンに勝っていけるので、否定の契約を握っていれば勝つ確になっていきます。はい、ということで今回もランク戦で収録しているのですが、特に計略コンボ戦なんかは、相手にめちゃくちゃされても勝っているので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、まあ悪くはないですね。まあ複数の独走力があって、まあトークンを出す手段もあるということで、あとはまあ土地が伸びていくかどうかですね。相手はルールスデッキということで、まあおそらくオーラデッキもしくは白弾とかそこら辺のデッキかなと。さあとりあえずタップインからスタート。平地、はい、これは白弾っぽいですね。さあそして4枚目の土地も引いてくる。まあ一旦バウンスをしてトークンを出していくと。まあ、結構このトークンを出す動きっていうのも大事になってくるので、出せるうちにトークンを出していきたいですね。さあもう一回語り部から、はい、カルト押しをつけていく。お、さあいいの引きましたね。うん、まあ次のターンこれ確定で、海賊の略奪を打っていきたいので、ここは一旦タップインしてから、サメ台風サイクリングでいいかなと。ちょっとタップインをここで処理しないとリスキーな動きになっていきますね。あとは、まああと1ターン耐えられるかどうか。はい、キラキラするすべて。まあ、相手も爆発的にパワーが上がっていくということで、さあ一旦サイクリングしてからちょっと考えますか。土地、うん、まあブロックはできないですね。さあ残り15点まで削られて、はい、まあここは確定で、海賊の略奪ですね。で次のターンさえ耐えることができれば、複数の独走力からおそらく一気に勝っていけるかなと。さあ山を持ってきて海賊の略奪、これで2ドローしながら、宝物トークンを2つ出すことができますね。まあこのデッキにとっては割と、大事なカードになっています。あとはまあ次のドローで、イナゴの神を引かないことを祈るだけですね。さあタップしてきて救助券、はい、これは勝ったかな。残り30点、30点はまあライブラリーは十分に足りているかなと。はい、トークンが出てくる。さあ山を行って独走力 X2 で打っていく。これで、まあ稲子の神と滝の賢者が確定で出てくるので、あとは勝手にコンボがつながっていきますね。さあルーティングでドローしたのでイナゴが出てくる。でイナゴが出てきたのでルーティング、であとはこれをもう、ライブラリーの許す限り繰り返していくだけですね。まあ勝ち確なので、あとは、早送りをしていこうかなと。まあ、相手が助教が入っているデッキなんかの場合は、カウンターを構えておいた方がいいんですが、まあ今回は相手がセロタンということで、コンボをそのまま指導させましたということで、ここからは早送りでどうぞ。
さあ十分に、クリーチャーを出したということで全部殴っていきましょう。さあ41点分あって、まあ1体ブロックされてもおそらく40点は通っていくかなと。ハンコンをつける手段はおそらくないと思うので、これで一気に勝っていけますね。さあそのまま41点取って勝利と。 OK。 さあこちら後手、まあ悪くはないですね。まあ相手が普通にクリーチャーを出してくるデッキであれば、割と早い段階で決めていくことができそうかなと。さあワンマリガン、ダブマリ、トリマリ、これ計略コンボ臭いですね。さあ今4回マリガンしてるんで、お5回か、土地なしキープ、これこの2枚がコンボパーツだったら全然決められる可能性ありますね。相手が、まあ、パーマネントを出してこないとこっちも、トークンを出せないということで何もできないですね。さて3マナ目、一応クリーチャーをバウンスすることはできますが、コンボありそうだな。あー、ありますよね。さあ X0 でキャストしてティボルトの計略、何が出てくる。うわー強いですね。一番の当たりか。さあ根本原理から何を持ってくるか。クリーチャーのバウンスはまあインスタントタイミングではできますが、ワルキー全地ボーラスの城塞、全地か城塞ですかね。まあ全地でいいか。こっちはまあバウンスしていくしかないので、全地張られているとどうしようもないですね。城塞結構きついな。まあライフ20点あるんで、まあティボルトは、はい。さあ城塞からの根本原理、強いっすね。さすがにこれいかれたか。さあ土地3枚とスペルが2枚、まあこの場合土地も相当強いですね。スクライランドでトップ。ウギン、どうだこれ、まだいけるか。まあこっちもワンキルできるデッキではあるんで、即倒されなければ全然ワンチャンはありますね。さあ保証 X 逃げ出していく、これはバウンスしていきますか。ウギンプラス、まあただ猶予ターンが結構少ないですね。一応まあプレンズウォーカーも、無神経の放築で一旦バウンスすることはできますが、まあとりあえずウギンとティボルトどっちともバウンスしておきますか。城塞はまあライフが残り5点ということで、あんまり意味はなくなったかなと。さあティボルトもバウンスしていく、これでまあ一応次のターンには X2 で複数の毒素力を打っていくことができるので、妨害されなければなんとかいけそうな感じはありますね。相手もこれ結構困惑してそう。まあバウンスが大量に入ってるデッキってあんまりないですもんね。さあここからどうしてくるか。6マナ目、ただこれもう一回計略コンボを決められるとか全然ありますからね。バラクートの覚醒を使われるのが一番、おワルキーからスタート。さあ手札を確認して、こうなると、覚醒からの計略コンボはなくなっ、おゼロで出してくる。あトップからか。さあトップから X0 を消費して、まあ相手はおそらくトップで計略を引いてこない限り、はい、これは勝ち確かな。さあということで、X2 で
独走力を打っていけますね。まあ、トップが除去とかじゃなければ勝つ格かなと。さあ止まってきていますが、お、通った。これは勝ったかな。さあコンボパースが2枚一気に出てコンボが弾まっていく。あとはまあ、トークンをバラバラと出していくだけですね。まあ、相手が何かしらのカードが、トップになる可能性もあるので、まあ、ちょっと多めに出してからアタックしていくのがいいかなと。まあ、カウンターを引くまで、ルーティングするのがおそらく確実ではありますが、まあさすがに大丈夫そうですかね。さあトークンをどんどんと並べていく。さてそろそろ殴るか。さあ9体、おっとここでさすがに投了と。 OK、 良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。